晴れて起業ということで、資本金をね、自分で、全額自分で入れましてね、やったんですけど、まあ、大変ですね。本当に一から商品を作って、で自分で売るっていうことはいかに難しいかということで、で業界はね、芸術鑑賞会っていう、まあ皆さんもねおそらく学生時代にいろいろ見たことあると思うんですけれども、まあ、年に1回ね学校でなんか演劇見たりとか、なんか音楽のコンサートを見たりだとか、なんか落語聞いたりするやつですね。はい、あの業界にね飛び込んできました。まあただねやっぱ会社経営で本当大変で、最初の初年度なんと私ですねマイナス1500万円、もうマイナス1500万をね、ということになってしまいまして、大赤字ですね。はい。そこからもね、本当に、まあ、経営と、その自分が営業が得意なのっていうのはもう全く別だな、ということで、本当に苦戦しましてね。そして、まあ、いろいろやってきて、今、会社が8年目ですね。ありがとうございます。まあ、本当に3年残れる会社もね、本当全体のもう2割とかで、10年残れる会社って本当に全体の本当に1割もいないんですよね。という中で、まあ、なんとかね、今8年目でございます。で、一応まあ、おそらくですけれどもね、まあ、他社の数字はわかんないんですけど、おそらくまあ、私、まあ、全国の、その学校さんね、訪問させてもらってやってる感じだと、まあ、おそらく今、業界トップレベルまではね、慣れたんじゃないかなという状態でございます。まあ、本当にね、うちの、まあ、従業員の皆さんとかね、まあ、協力会社さん、そして、今、559アーティストさんね、今うちでご紹介させていただけるんですね。まあ、本当に皆さんのおかげでね、今なんとかね、やっていけております。本当に皆さんそれはありがとうございます。はい。で、あとですね、私、株式会社わちゃわちゃというね会社やってるんですけれども、まあ、創業からねおおむねおそらく50万人ぐらいね、まあ、生の芸能を見せるっていうのでね、動員させていただいております。なので10代から25歳ぐらいまでの方で、まあ、芸術鑑賞会をね見てきたっていう方で、ひょっとしたらねサムケンさんプロデュースの作品を見て育っているかもしれませんよ。はい、というふうですね。まあ詳しくは株式会社ひらがなでわちゃわちゃでね検索していただきますと、こちらホームページが出てきますのでね、見てみてください。はい、あとちょっと話戻りますけどね、サムケンさんが25歳ぐらいまでの時に活動していた時に、歌ってたね、動画ですね。まあ、このチャンネルの古い動画、もう本当に10年ぐらい前とかもっと前ですかね、の動画でも上がってますんでね、もし興味ある方いたら、ちょっとね、過去動画検索して、ちょっと見てみてください。はい。でね、ちょっと話戻します。その海外旅行についてなんですけれども、まあ、最初に拙者が行った長期の旅が、2015年ですね、東南アジア周遊ということで、まあ、オープンジョーのチケットですね、まあ、ベトナムインのシンガポールアウトみたいなチケットを買いまして、まあ、どのようにね、回っても OK みたいなのをチャレンジしました。これが、まあ、長期の海外が初ですね。で、この時ですね、なんかまあ、自分自身の動きが普通の人よりだいぶ早いみたいなっていうことが分かりまして、まあ、当初よりもかなり早いスピードで、まあ、予定していなかったバリ島までたどり着いてしまったんですね。はい、インドネシアですね。で、その当時の荷物が、モンベルの40リットルのバックパックプラスサブバッグも持ってたかな、20リットルぐらいで、まあ、合計60リッターぐらいで、もうとんでもなく重いですね。中身は電子書籍もあまりなかった時代なんで、地球の歩き方とかも何冊もね、行く国のやつを入れて、あと使いもしなかった変圧器を、まあ、これもなんかもう重たいね、こんな大きいやつをね入れてましたね。ちなみにこの変圧器っていうのは、実際まあ、今なんかはそうですけど、MacBook とかね、持ち歩いてるんですけれども、基本的に、まあ、こういった iPhone の充電とかも、全部もともとその、充電器のもの自体が、240V まで対応するんで、変圧器いらないんですね。はい。そんなことも知らなかったというね。はい。なので、もう現地で変圧器も重いし、もう使わないし、いらなかったので、確かね、あれはタイのね、チェンマイスローハウスというところのね、ゲストハウスの方に差し上げましたね。はい。今も使っていただいているんでしょうか。てか、いらないでしょうね。はい。そしてあとね、その当時、使いづらかったのは、重くて乾かないジーパンですね。はい。もうこれが、まあ、汗臭くなるんですね。洗っても乾かないから、もう洗うの諦めて洗わずにいたら、もうなんか汗臭い、もうこれは嫌だなということで、このあたりからちょっとね、まあ軽量化
に目覚めていきました。でね、その後2016年夏に、インドからスタートして、ヨーロッパ周遊ですね。まあしてやろうということで行ったんですけど、なんとここでまた大失敗をします。何かというと、インドにですね、入れなかったんですね。はい。これ何かと言いますと、パスポートの有効期限があと5ヶ月と28日とかの状態で、インドは6ヶ月以上の有効期限がないと入れないということね。何も調べてなかったですね。で、結局インドでもうホテルとかツアーも取ってたのにもかかわらず全部捨てることとなりまして、でその後ね、無理やり、ネパール行きのチケット買わされましてね、ネパールに強制的に飛ばされてしまったという流れでございます。まあその後ね、ヨーロッパで、ギリシャね、サントリーニとかね、パルテノン神殿からスペインとかフランス、イタリア、ローマといったね、まあ本当に主要なところも有名どころをね、全部一気にガーッとね回って行きました。でその後ですね、2017年3月にもうインドリベンジやっていうことで、パスポートも10年ものをね作りまして、まあ無事にね入ることができ、まあガンジス川ですね、なんか死体とかもね流れてますけどね、まあそこのガンジス川に行き、その後、その当時私すごいもうまあ今もそうなんですけど、プロサウナーということで、サウナ大好きということで、サウナの聖地フィンランドですねにさらに行ってきました。で、その後2017年ゴールデンウィークにね、確か1週間もないぐらいでしたけれども、ピンポイントでフィリピンですね、ボラカイ島行きましたね。で、その後なんかボラカイってものすごい綺麗な海、白砂のビーチのね、綺麗なとこなんですけども、ゴミ問題がひどくて、その後ボラカイ島はなんか入島が禁止されたんですよね。で今はもう入れてるようになってると思うんですけど、はい。でその後2017年夏にアメリカ大陸縦断ということで、キャナダ、アメリカ、キューバ、ジャマイカという感じで、でその後ブラジルも入ろうとしたんですけど、ビザがなくてまた入れないという残念な結果で、そこからねちょっと、ペルー、マチュピチュやアルゼンチンで、アルゼンチン単語の教室に行ってみたり、そしてまあチリに最後行ったんですけど、ハリケーンハービーの影響で飛行機がもう3日間欠航で、その後もこれ1週間帰れないんじゃないかみたいな感じで、なんかどんどん遅延して、別ルートのオーストラリア経由でジャパンに帰ってきましたね。はい。その後2017年12月に初の Kindle 書籍ですね、軽量化を出版します。こちらですね。はい。で、これ私の処女作になるんですけれども、まあ、本当に、まあ、旅でね、いろいろ培ってきた、本当に荷物を軽くしてっていうので、その時ですね、7.5 キロぐらいですかね、の荷物のノウハウ本を出版しました。で、2018年の3月ですね、この時に西回りの世界一周ですね、をチャレンジということで、ここからね、本をちょっと書き出す風になりますね。旅の本ですね。で、この時30日間15カ国世界一周ということで、まあ、ラオス、スリランカ、モルディブ、ドバイ、ヨルダン、エジプト、モロッコ、スペイン、で、リベンジのブラジルというような感じでしたね。で、この時特にリオデジャネイロのスラム街、ファベラですね。これは本当に衝撃的でしたね。まあ、ガイドさんがいたんで、まあ、なんとか入りましたけど、非常に危険でね、子供のギャングとかが銃持ってるんですよね。危ない。うん、まあでも本当に貧しい生活をされてるんだなっていったところをね、まあ、本当に目の当たりにしてきました。で、その後2018年7月に私、まあ非常に、まあ今もそうなんですけど、健康マニアということで、まあいろんな知識があるもんですから、それをですね、学校では教えてくれない非常識な美容健康法っていうね、こちらですね。こちらの本を出版いたしました。で、その時ね、やってたのが、まあちょっと今ね、ちょっと今筋活って、まあ、筋肉増やす、その体を大きくするためにちょっと食事の量をちょっと増やしてるんですけど、まあ、その時までに確か5年ぐらいだったかな、もうずっとね、1日1食生活を続けていて、あとね、今もそうですけど、シャンプー使わないですね。油シャンってやつですね。お湯で洗うだけっていうのとか、あと病院には行かないとかね。はい。とかを、まあ実際に、まあ何年もね、人体実験してきたことを、まあ本に書かせていただきました。はい。で、その後ね、2018年8月ですね、ユーラシア大陸横断32時間で22カ国ということで、この時からですね、ドローンが登場します。使用しているドローンが DJI の Mavic Air ですね。これ多分世界、まあ、その 4K30p とかで撮影できるドローンとしては世界、まあ、最軽量ですかね。最小最軽量。500ml のペットボトルよりも軽いということで、まあ、バッテリー含め 430g ですね。まあ、ただ、
予備のバッテリーとかね、充電器とか、その他コントローラーとかも入れるとね、まあなんだかんだ 1.5 キロぐらいとかになってしまうんで、まあ荷物はこの時、まあだいぶ増えてね、8キロぐらいになってますかね。まあそれでも他のものをね、減らしましたね、だいぶね。はい。で、その後ですね、1ヶ月後、戻って、2019年9月、日本に戻って筋トレに目覚めます。はい。で、筋活というね、のを始めまして、なんと目標がですね、4ヶ月で、なんと10キロ、筋肉を増やすことにチャレンジを始めました。そしてね、まあ本当そこからはもうゴールドジムさんにね、週5ぐらいね、まあ通うということをやりまして、そして無事ね、2018年の12月ですかね、ちょうど丸4ヶ月と、まあ経ったところで、まあ10キロ筋肉増量をなんと達成いたしました。はい。まあ、その様子は詳しくはね、こちらの本ですね。筋活という本で読んでみてください。まあ女性の方はあんま読んでもあるんですけども、まあ特に男性でね、華奢な、まあ拙者も非常に華奢、まあもともと57キロだったんで、それが今だいたい、58キロぐらいですけどもね、マックス70キロまでいってますね。でもさらにちょっと今ね、もっとそれ以上を目指して今もやってますけどね。はい。なんで男性陣にはね、非常に参考になるんじゃないかなという本でございます。はい。で、まあそういったこともしまして、その後、2019年1月に、軽量化 2.0 っていうね、本を、こちらですね、を出版をいたしました。でこちらはね、さらにね、軽量化っていう最初の本から1年経って、はい、バージョンアップかけて、まあドローンとかもね、私のドローンかなり改造してありますんで、軽量化するために普通ありえないようなね、もう壊れちゃうんじゃないかみたいな感じで、バキバキってね、折ったりとかして、軽量化をしてますんでね、まあそういった本もこちらで、見ることができます。はい。ということでね、その後、直近で今、YouTube でご覧いただいていると思いますけれども、アジア、中東、アフリカ縦断ツアー、2019年の、2月頃にね、出発いたします。それと同時にね、この今、YouTube を開始いたしました。はい。という感じですね。で、まあ、私のですね、まあ、旅人としての目標としましては、2019年、年内にね、訪問100カ国を達成します。まあ、ちなみに今現在ね、もう、ちょっと、まあ、YouTube からはちょっと時間がだいぶもうずれちゃってますけどもね、今現在も88カ国ですね、旅しております。あと12カ国いればね、達成なんで、まあ、楽々ちょっと達成しちゃいますけどね。で、特にね、拙者の旅はどこもですね、芸能を見に行く、世界中の最高峰の芸能を見るというのと、あと、その歴史ですね、を学ぶというところをかなり、まあ、重点に置いておりまして、まあ、今もですね、まあ、今年にしても、まあ、おそらく13万人とか15万人ぐらいのね、学生さんに芸能っていうのを届けておりまして、でそれと同時には私がやっているのはただ芸能を見せるだけじゃなくて、それに対してその芸能の歴史的背景ですねっていうのを知ってもらいたいなっていうことで、まあ、例えば本当に今アフリカのものなんかに関してはその奴隷貿易のこととかね、まあ、過去のアメリカとアフリカとの人権問題とか、まあ、そういったところがあってね、今のアフリカがありますし、あとジャズとかね、ゴスペルとかいった音楽に関しても、まあ、音楽のルーツってほとんどアフリカにあったんですよね。まあ、それを、まあ、今回そのアフリカ縦断ツアーのところでいろいろ学んできてね、まあ、本当に、行く前までは本当に何も分かってなかったんですけど、実際に行ってみて偏見はもう本当になくなりましたし、安全面に関してもね、なんか、まずなんか日本に帰ってきてお腹を壊したっていうね、いうぐらいアフリカの方がまあ食生活はね、添加物とか全然使われてなくて味は薄いんですけど、まあその分ね、より安全な食だったなっていうのも感じましたね。はい。ということでね、本当に、まあ世界中回ってくることによって、まあ自分自身の本当世界観というのはものすごく広がりましたし、なんか物にお金をかけるよりは、やはり自分自身の経験にお金を投じていくっていうことの方がね、価値があるなっていうのを本当に思ってますね。なんで、物は盗めても、私の頭の中に残っている記憶や経験は、誰にも盗むことはできません。はい。ということでね、まあ皆さんもね、まあいろいろお金の使い道とかもあると思いますけどね、まあ何よりもやっぱり自分への投資、まあ本を買うとか、まあ、勉強することだったりとか、あとまあ世界を見に行くとかね、旅をするっていうようなことにね、ご自身のお金をね、投資されるとね、一番価値があるんじゃないかなとね、私は思っておりますよ。はい。
はい、ということで、ね、ちょっと長くなりましたけれども、そんな感じで、サムライケンスケことサムケンの自己紹介は以上でございます。はい、それではね、まだまだね、動画でね、旅動画続いていきますので、皆さんまたこれからも応援をよろしくお願いします。またね、その他まだなんか質問とかねありましたらね、コメント欄の方にぜひね記入してみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。いいよ。